皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もアースリバイバル、略してアスリバ、やっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで、エンジョイガチ勢の私が今日も皆さんにお話ししたいことがあります。皆さん、この建築がめんどくさいなーと思った方いらっしゃいませんか？自分で建てるより建て売りの家が欲しいななんて思ったりしませんか？そう思っているあなた、叶います。このアスリバの世界でもなんと建て売りがあります。はい、なのでこうやって家を作る手間が省けるわけです。まあこれがめちゃくちゃ楽しい、この家を作る機能がめちゃくちゃ好きだからこのゲームやっているよっていう方もいらっしゃると思います。ただまあやっぱり僕にはちょっとセンスがないから、自信がないから、やっぱり家は誰かにお任せしたいなんて思いますよね。特に私なんてそうなんで、私なんてもう人にお願いしたい、ぜひ誰かに建ててほしいと思うぐらいのね、建築レベルなんで、はい、今回はですね、そんな私におすすめの建て売り住宅についてお話ししていきたいと思いますんで、ぜひよかったら最後まで見ていってください。さらによかったらね、チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いします。ではやっていきましょう。はい、建て売りについてのお話なんですが、まず、ストアの方に来てください。で、ストアからこの一番下の方、家具ストアに来ていただけると、なんとここにあります。なんとこれ見てください、東洋風テーマシェルターということで、こちらの建て売り住宅が今なら、この石の単位は分かりませんが、1800石で買うことができます。はい、1800石で買うことができる、この和風の素晴らしいお家をね、ぜひ皆さんは買ってみてはいかがでしょうか。はい、さらにもう一つあります。横を押していただくと、なんとこれは見てください、スチームパンクテーマシェルターということで、まあスチームパンクっていうのはよくわかんないんで、まあなんともちょっと私からすると説明することはできないんですが、すいません、ちょっと無知でごめんなさい。ということでね、なんと3200石で買うことができます。こんなね、高層ビルみたいなところに住むことができるんですよ。こんな夢のような話はない。なのでまあ皆さんにはね、この2つの物件どっちがいいのか、ぜひね、私のプレゼンを見ていただきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。では行きましょう。それではただいまより和風建築建て売りのお家を紹介していきたいと思います。はい、まあこれはいわゆる人の家なんですが、まあ、ちょうどこの人の家がね、和風建築にしてくれたんでね、紹介していきたいと思います。はい、でちなみにね、なんかこの建築になるとフェンスが高くなってんですよね。いつもね、僕が不法侵入してる時にはここ軽くね、不法侵入できていたんですけど、はい、だいたいこんな感じだったのよ。ちゃんとこんな感じだったんで簡単に不法侵入できていたんですけど、なんということでしょう、あの立派なお家になってから簡単には入れさせてくれなくなりました。でも私は不法侵入します。はい、お邪魔しまーす。ということで、和風建築のお家になっております。うわこれいいね、もうなんかもうたまんないね、この雰囲気がいい感じですね。まあ、ザックマンが作ってた家はなくなってしまったんですが、この雰囲気たまんないな、いいね。でここになんか門みたいなとこ、これもまたいいよね、このなんかこの感じね。ベア君なんか引っかかってたよね、確かベア君斜めに引っかかってたよね、ここで。でここになんか、なんていうかな、このよくあるよね、この和風の岩みたいなやつね。うん、でも下木材なんだ、へえ、いや面白いな。では、見ていきましょう。中ここは応接間ですかね。いや素晴らしい、ここでまた動画撮らせていただきたいと思います。はい、ここで撮らせていただきましょう。1階のここは応接間みたいなとこになってますね。ここでオープニングを撮れと言わんばかりの場所になっております。はい、では次の部屋に見ていきましょう。どうなっているんだろうね。さあ、こちらは
あ、1階ですね。1階広々としてますね。はい、このように窓があって、見晴らしも良く、この和のテイスト、この木材の温かみをね、すごく私の中で感じております。はい。まるで実家に帰ったかのようなこの温かみ、ありがとうございます。とても心が落ち着いていく。で、ここが入り口になっているのか、閉めておこう。はい。泥棒が入ってきますんで、閉めてください。不法侵入する輩がいるんで、しっかりと閉めておいてください。で、上上がれるね。はい、2階に上がっていきます。2階はガラス張りですね。これは非常に、見られると恥ずかしいです。なので、覗くのはちょっとやめていただきたいと思います。ですが、これがまたおしゃれ。このね、透明感、たまりませんね。で、さらに、ベッドがある。ザックマのベッドがありますね。ちょっとこれは軽く踏んでおきましょう。はい。ザックマンがしっかりここで寝ていることでしょう。ということで、ここは、でもここの見て、この下。ちょっと木材なんだけど、ちょっとガラス張りみたいになってて、めちゃめちゃおしゃれなデザインになってる。うん。ここにも扉があって、ベランダですね。いや、いいな、これ。これめっちゃいい。この感じめちゃくちゃいい。いいね。あ、しかもお風呂。じゃあ入っちゃおう。考えてますね。この設計。お風呂に入れと。うわー、たまんねえ、これ。これいいね。お風呂まで入れまして。これは服マークなの、これ。あ、脱ぐことができるんですね、皆さん。見ちゃダメですよ。恥ずかしいので服を着ていくということで、まあ、しっかりと。匂いも健康になって、ありがとう、ザックマン。お風呂入らせていただきました。いや、すごいいいね。これもう上ないのかな？この上はもうないのかな？なさそうですね。はい。まあ、このような、建築の住宅になっております。まあ、こちらがなんと、今ならなんと、1800円じゃない。1800石で買うことができますんで、皆さん、少し、こちらの方を考えてみるといかがでしょうか。はい。ちなみにシェルターレベルが7に達しないとできないそうです。はい。覚えておいてください。いや、これいいね。めちゃめちゃ。ということで、ザックマンの家がいつの間にかこんな素晴らしい家になっていた。いや、もともとね、ザックマン家めちゃめちゃ良かったんだけどね。またさらにこの和風のいい感じのスポットになってますね。それではね、もう一つの家に行きましょう。はい。ということでね、もう一つの家は私が買っていきますね。この3200石で買うことができるんで、購入していきたいと思います。はい。購入。はい。消費して購入します。はい。おめでとうございますということで、お家を買うことができました。しかしこれどうしたらいいの？使ったらいいのか？これを使うことによって、はい。どうなったの？これ。いろいろなんかくれましたね。これは？使うの？あ、設計図がもらえるのか。なるほど。で、これはもう一回使用するの？すると、どうなる？設計図を開放しました。変わってないですね、家。あ、いや、これどうなるんだろう。どうやって家作るんだろうね。家具から行くのかな？家を買ったんですけど、建築のやり方がわからない。プランモードかな？はい。あ、これでいけるのか？テンプレ。あ、もともとあるの？こういうのって。ちゃんとあるんだ。こういう建築プランっていうのが。ただし、まあ、これが足りてないよっていうのがあるわけね。なるほど。で、私はこれを買ったので、これ適用すると。はい。そうすることによって、なんと！あ、消えた。待って。これで、一括建築。お！できました、皆さん。なんということでしょう。急に家が、飛び出しましたね。いや、すげえ、これ見て、みんな、でけえ家が建ちました。あんなシストだったお家が、なんということでしょう。こんなにでかい家が建ちました。でもさ、そう考えたらこれって建てることができるんだね。パーツさえあれば建てることができるんだ。なんか自分家なのに、自分家じゃないようなこの感じ、うん。なんか緊張しちゃうよね。はい。ということで。うわ、これすげえな。これ見てみんな。こんな感じになっております。はい。私の新しい家。なんかとても自分家とは思えない。よそよそしい感じになってしまいました。はい。
これなんか慣れないかもしれない、この感じ。さあこれ上に上がっていきます。はい、うわーこれいいね。まあ物は一切ないけど、今作りたてなんで。ただこれやばいね、めちゃめちゃ。ちょっと開けますね。ベランダがあります。はい、うわーもうなんかすごい、なんかいい感じのベランダがついてるんですね。うわーいいなーこれ。はい、我が家が一瞬にしてとてもすごい我が家になってしまいました。はい、やっぱ お金を出すとね、ちゃんと家建ててくれるんですね。さあここにもベランダがありますね。部屋があってベランダがあるって、お、しかもこう芝生になってる。わあここなんだこれ、すげえなー、これなんかゆっくりできんのか。うわーなんというこの優雅な感じ、たまりませんね。ゲームの中だけでも、こういった気分を味わえることは嬉しいですね。現実でも味わいたいもんだ。まあそういうわけにもいかねえか。はい、ということで、まあこのような家を建てることができました。いやーすごいわ、本当に。これ倉庫とかどうなってんだろう。倉庫等はどうなったんだろうな。ちょっとわかんないけどね。まあ、ここ、なんかよそよそしいです。我が家とは思えない、この家。はい、ですがもうとても素晴らしいお家を建てることができました。めちゃくちゃいい建築ができた時にはぜひね、私の DM の方に、ヨッシーさんこのような建築しました、ぜひ、見てください、もしくは動画で紹介してくださいと言ってくださればね、ぜひね、見せていただきたいと思います。はい、どうでしょうか。今2つ有料プランの方を紹介させていただきました。こちらが、スチームパンクの方のお家になっております。とてもね、なんか、よそよそしい感じの家になってしまいました。はい。ホテルみたいな感じだね、いわゆる。で、こちらが、ザックマンのお家になっております。あれ、なんでこれ、フェンス高いの？俺んとこフェンス低いね。なんか変えれんのかな？はい。うわ、これやっぱいいな。うん。私はこっちの方がおすすめかなと思います。なんかね、温かみがある。単純に。風流あるし、温かみがあるんで、私はこっちの方がおすすめかなと思います。はい。立て直したのに、そんなこと言うなよって思うかもしれないんですけど、はい。確かにこれも、めちゃくちゃ立派でかっこいいんだけど、和のテイストっていいよね。はい。ということで、本日、有料の物件についてお話しさせていただきました。皆さんもぜひ、よかったら、物件の方を買ってみてはいかがでしょうか。ということでよかったらチャンネル登録、高評価の方を忘れることなくよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。